新職なんですけど、どういったシチュエーションで使うんでしょうか、ね、日頃とは違うね、なんか仕事になると真面目だね、やっぱり、ね、いい質問だね、はい、この今回新発売、スティーズフロッグの2色ですね、トンボ系のカラーと、あとこれはズバリスイカです。まずね、スイカの方から説明したいと思います。トップウォーターのいいところは、まあ、目で確認して、動きを、見ながら動かすっていう意味ではまず派手な方がいい。かつバスからすると、まあ、お腹の色が基本なんで、お腹の色は白で、してます。で、背中の色はもう遊び心です。半分はトップウォーターはこうカラーに対しても遊べるということで、まあ、スイカのカラーしながらも、でも、まあ、お腹ホワイトなんでもローライトとか、まあ、どちらかというと曇りがちの時に使う色でのがこのスイカです。で、まあ、視認性も良くて実調整に向いてます。で、もう一個のはトンボです。トンボ、日本には、ね、なかなか馴染みがないんですけど、アメリカのトンボパターンというと、このブルーが有名で、もちろんトンボでもあるんだけど、僕の中では空が天気のいい時、青空の時に、まあ、この空と同化してしれっとぼやかせる、まあ、黒みたいにしれっとはっきり出すわけじゃなくて、お天気のいい日にブルーを使ってしれっとぼやかすんだけど、ドッグウォークの水しぶきだったり、その水の動かし方でバイトさせるっていう意味では、とってもこう人間の目から見ると派手なんですけど、僕の中ではナチュラルカラーになってますので、このスイカとトンボカラー2色使ってぜひロークフィッシング楽しんでください。楽しんでください。